三宝食品、うまかけん、醤油豚骨ラーメン、揚げ麺に粉末スープ、かやく、調味油がついています。麺は細めで気泡感があり、しなっとした舌触りでちょっと頼りなさを感じる食感です。しかし揚げ油にラードが含まれているためか、ふわっと香ばしい匂いがして食欲を誘います。スープはきちんと醤油の香りがする醤油豚骨です。ミルキーさは薄いですが、さすが三宝、一癖ある豚骨の匂いがします。旨味は十分で刺激は弱いですが、わずかに生姜の香りがします。具は肉なしですが、麺がこってりしているためか物足りなさは感じませんでした。高級感こそ全然ありませんが、醤油と豚骨がどっちつかずの中途半端な味にはならず、うまくそれぞれを引き立て合ってると思いました。